こんにちは、戸田悟です。僕のチャンネルでもちらほらプロジェクター紹介しているんですが、なかなかいいのが出てきましたよ。ジョバルというですねプロジェクターなんですが、これはですね解像度が結構高いフル HD なんですよ。やっぱりですねフル HD 綺麗ですよ。 720p のプロジェクターでもフル HD 対応とか言ったりよくわかんないのもありますけれども、今回の製品は、まあ、数千円で買えるというレベルではありませんけれども、ちょっと高いですが、高いって言っても2万円ね、程度なんですけれども、非常に画質がいいですということで、ぜひご覧ください。今回はですねジョバルというメーカーの小型のプロジェクターですね、ブリエを紹介したいと思いますけれども、価格はですねこの動画を撮ってる時点で Amazon で 22,999 円なんですが、なんと 6,800 円オフクーポンがついてるんですよ。もう1万円台半ばより、まあ、1万6,000円で買えちゃうんですよね。でね、実は以前にも紹介しましたけど、1万円切るぐらいの激安プロジェクターもあるじゃないですか。それに比べるとちょい高ですよね。でもこのプロジェクターちょい高の価値が十分にあると思っていて、それまず画質なんですけど、ここにねちょっとちっちゃい文字で書いてありますが、後でね比較はしますけれども、リアル 1080p 高画質って書いてあるじゃないですか。 1080p 対応って書いてあるプロジェクターは実は 720p だったりします。はい。でもこのプロジェクターは、はい、1080ですね、1080p にリアルに対応しているので、画質がやっぱりね全然違うんですよ。ということで、まずはちょっと中身開けて紹介しましょう。ということで、今本体出してみましたけれども、結構ねコンパクトですよね。まあ、最初ってモバイルプロジェクターと比べると大きいですけれども、一般的なプロジェクターとしてはコンパクトですね。 250 アンシルーメンっていう、結構明るいので、これもね後でご覧いただきますけれども、はい、白い本体にこれ放熱っぽいねこうルーバーみたいなものがついていて、なかなかおしゃれですよね。はい、はい、でここにですねダイヤルがついてまして、これでピントの調整などができます。はい。で電源もですね AC アダプターではなくてもケーブルだけでいけるのがスマートでいいと思います。はい。で接続なんですけれども、 VGA と USB HDMI が2つついてます。はい。あとオーディオのね端子もついてますが、ワイヤレスでいけるんですよこの製品。 Wi-Fi と Bluetooth での接続が可能になってます。はい。であとはリモコンもついてます。でちなみにリモコンの電池は入ってなかったので、自分で用意してください。であとですねレンズを拭く布もついてます。あんまり拭かなくていいと思いますけどね。はい。本当に汚れた時だけ。説明書も全部日本語化されているので、まあ、分かりやすくね利用できると思う。親切ですよね。全部ねしっかりね、書いてあるのでいいかなというふうに思います。はい。では早速ちょっと投影してみましょうか。はい。今ですね投影していますけれども、はい、ピントはですね手動で合わせます。はい。これでピント合わせてます。さらに上下の台形の歪みは補正できるので、ちょっと角度をつけてもね大丈夫です。今距離約 1.78m 離して、これ大体70インチとか60、70インチぐらいですかねに投影してます。で部屋の明るさはちょっと暗いぐらいにしてます。はい。で普通に明るい部屋にしちゃうと、まあ、若干暗めかなと思いますけれども、家庭の電気ぐらいだったらつけといても大丈夫だと思います。はい。で今ですね、はい、Windows を表示してみました。ちょっとですねこのピントの合い方とか文字の読み方をちょっと覚えておいていただきたいんですよ。はい。まあ後でね映像横に並べますけれども、はい。では 720p のプロジェクターをちょっと同じようにセットして比較してみたいと思います。はい。ということで今ですね 720p のプロジェクターをほぼ同じ距離から投影しています。どこまで動画でわかるかちょっと微妙なんですけれども、文字のキレはだいぶ違いますよね。右下の数字等を見ていただくとよくわかるのかなと思います。またですねジョバルのブリエの方に戻ってきましたけれども、やっぱりですねこっちの方が映像全然綺麗ですよね。かつ同じ距離から映してもちょっと大きいですし、歪みも感じられないですよね。あと周辺が明るいですね。さっきのプロジェクターは周辺がかなり暗くなっていました。はい。ではちょっと違うモードをいろいろと設定したいんですけれども、このですねスクリーンミラーっていうのが、特徴の一つなんですよ。で要するにワイヤレスで利用できるんですね。今さっき紹介したのはこの HDMI2 ですね。はい。これでパソコンと HDMI ケーブルでつないで投影してました。はい。でそれではなくて、ちょっと今回もう HDMI ケーブル外しますね。はい。実はちょっと皆さんには見えてないんですが、ケーブルは抜きました。はい。でiPhone とか Android スマートフォンからミラーリングをしたいと思います。はい。ではこれセッティングですね。はい。こちらでまず Wi-Fi に接続します。は
はい、ではパスワードを入力します。ここはねちょっとお見せできませんけれども、はい、パスワードを入力しました。まあ Wi-Fi の接続はスマホとかタブレットとかパソコンと一緒なので悩むことはないと思います。はい、ちょっと待ってれば、はい、接続ができました。はい、これで一つ目の準備が完了です。はい、では続いてまたホーム画面に戻って、それではスクリーンミラーを選択します。するとですね、ここにミラーキャスト、エアプレイ、DLNA とあります。 iPhone でつなぐときは AirPlay ですね。これを選択します。はい、するとですね、親切に設定の仕方が出てますけれども、はい、 iPhone の、はい、スクリーンミラーをタップして出てきたこのプロジェクターを選ぶだけです。はい、でこれでちょっと待っていると、はい、投影されます。はい、投影されました。はい、でこれでもう普通に iPhone の画面がそのまま表示されます。で例えば、動画をですねちょっと再生してみましょうか。はい、写真からちょっと僕の動画で恐縮なんですけれども、はい、これでもうねちょっと声今出してませんけれども、うるさくなっちゃうんでね、このように簡単に動画を再生できます。はい、アルバムからね、再生するだけで、はい、で写真もちょっと見ますか。これちょっとレンタカーの写真なんですけどね、はい、こんな感じでいろいろと、はい、操作ができます。はい、楽しく遊べます。はい、ちょっとゲームとかやってみます。これハースストーンっていうゲームなんですけど、はい、ちょっと起動がね、これねプロジェクターのせいじゃなくてゲームの起動が遅いんですよ。はい、おかえり、冒険の話を聞かせてくれ。はい、ちょっとうるさいので、切りましたが、プロジェクターから結構いい音でゲームの音も聞こえてるので、この画面でゲームをプレイできると思います。ただレーシングゲームとかはねちょっと遅れたりするので、このカードゲームみたいなものは十分楽しめるかなというふうに思います。はい、では続いて Android でもやってみましょうか。はい、で Android の場合もスクリーンミラーから今度はですねミラキャストを選びます。はい、で Android は機種によって使えたり使えなかったりします。で例えばですね、ピクセルなんかは使えません。で、これはギャラクシーなんですけれども、ギャラクシーは利用することができます。はい、ギャラクシーはですね、このスマートビューという機能を使います。はい、すると先ほどの、はい、プロジェクター出てきますので、これタップします。はい、で今すぐ開始と。はい、これで接続ができました。はい、映ってますね。で今度はじゃあさっきと同じことやってもしょうがないんで、はい、YouTube をですね見てみようかなと思います。信じられないぐらい激安なわけですよ。でこの激安なマイクがワイヤレスマイクですよ、ちゃんと使えるのかと、今ですね3000円で買えるマイクをつけた状態。めちゃくちゃ画質いいよね、うん、プロジェクターに投影されてるね、うん、今これ文字出てるけど文字も綺麗。やっぱりこれが 1080p の本来の性能ですよね。本当に綺麗です、画質が。なので YouTube とか、これ僕のコンテンツ 4K なんですけど、いい画質のものを見たいのであれば、ちょっとつっても6000円とかですけどね、奮発してこのプロジェクターを買うだけでだいぶ幸せになるかなと思います。それでですね、このプロジェクターも他のプロジェクターもそうなんですが、基本的にはパソコンやスマホを接続してもアマプラとかネットフリー見られないんですね、著作権の関係で。そんな時には Firestick TV を挿してしまえば OK です。今ですねプロジェクターに挿して HDMI1 につないでるので起動してみましょう。はい、こんな感じでですね、もういろいろなコンテンツが、ちょっと中身はね残念ながらお見せできないんですけれども、いろいろなコンテンツが楽しめます。はい、ですから Firestick TV をまあ、4K のモデルじゃなくてもいいと思うので、買ってこのプロジェクターに挿すだけでいろいろなコンテンツが楽しめるわけです。ということで今回はジョバールの小型のねプロジェクターブリエを紹介しました。家で使うにはこのクラスがやっぱりおすすめですね。本当に予算がなくてっていう方であれば1万円クラスのプロジェクターでもいいと思うんですが、まあ、1万円台半ばで購入できるプロジェクターでこれだけの画質であればおすすめできるかなと思います。はい、で、まあ、僕としては Firestick TV と合わせて買うことで様々なコンテンツがもうねリモコンだけで楽しめるっていうのは非常にいいですよね。パソコンとかスマホとつなぐ必要もないですし、はい、でスマホとつないでちょっとしたゲームをしたり動画を見たり、自分で撮ったね動画を見たり写真を見たりといった用途に
にも非常に向いていると思います。その場合は iPhone だったら完全にワイヤレスできます。 Android のスマートフォンは機種によりますけれども、Galaxy なんかであればワイヤレスで利用が可能です。はい。で、音もなかなか良かったですよね。さっき聞いてみましたが、家で映画を見るぐらいだったら十分な音質だと思います。はい。ということで今回はですね、なかなかおすすめのプロジェクターを紹介しました。こんなケースが一緒についているので、見終わったらケースにしまって棚にポンと置いといて、また見るときは出してきてっていうこともね、手軽にできるのがいいところではないでしょうか。はい。なかなかですね、高画質なプロジェクターもここまで値段が安くなってくるとですね、若干価格破壊な感じもありますよね。これ会社で買ってもいいと思うんですよね。プレゼンにも余裕で使えます。1万6000円7000円ぐらいでプレゼンに使えるプロジェクターが買える時代が来るとはちょっとね、思いませんでした。10年ぐらい前に 1080p のプロジェクターを買おうと思って、この明るさだとですね、まあ大体20万円とか15万円したんですよね。そう考えるとちょっと時代も変わったなというふうに思ってしまう僕がいるわけです。ということで、はい、今回はおすすめのプロジェクターを紹介しました。以上、おすすめのプロジェクターを紹介しました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。待ってます。メンバーシップもスタートしておりますので、ぜひご参加ください。